ダンクエール、ジェームズ・ダンフォース、ダンクエール、ジェームズ・ダンフォース、ダンクエール、1947年2月4日体は、アメリカ合衆国の政治家。会議員、上院議員、第44代アメリカ合衆国副大統領、などを歴任した。インディアナ州、インディアナポリスで誕生した。本人は、多くの場合誤って、ジェームズ・ダンフォース・クエール三世と呼ばれることがあるが、 自分の本名は単にジェームス・ダン・フォースクールであると主張している。母方の祖父、ユージェン・シー・ピュリアムは、セントラルニュースペーパー社を設立した、裕福で強い影響力を行使し得る、出版界の大建物であり、アリゾナ・リパブリック、インディアナポリスターのような複数の主要新聞を支配するオーナーであった。父のは、1955年、家族と共にアリゾナに移り、 一族の出版帝国の一端を担うようになった。デポー大学、インディアナ大学、大学院を卒業後は、新聞社を経営する父親の仕事を手伝う傍ら、1968年の共和党党大会では、大統領候補に内定していたリチャード・ニクソンの運転手を務め、政治キャリアをスタートさせるのは1976年の開演戦で、 インディアナ州四区において難しいとされながら民主党の現職議員を54%の得票で破って当選した。翌1977年から下院議員1979年の選挙で再選を果たした。1980年には上院への倶がえを目指し、これも難しいとされながらもインディアナ州において民主党の現職バーチバイ上院議員。 エヴァン・バイ・ジョイン議員の父親を破り、見事当選した。1986年に再選を果たした後、任期途中で1988年の大統領選において、ジョージ・ブッシュから共和党副大統領候補に指名される。先代のブッシュは、党内では恩賢派に属し、保守派からの指示をと、中西部諸州での得票が見込まれることからクエールに、白羽の矢が立った。 だが、クエールの輝かしい政治キャリアはこの時点がピークでマスコミや民主党から冷笑や嘲笑を浴びせられることになる。同年の副大統領候補討論会でケネリも若かった。若さは問題ではない。私はケネリと同じ期間の政治経歴があるというクエールに対して対抗候補のベンツェンに私はケネリを知っている。ジャックとは共に仕事をし、 彼は友人であった。あなたは、ケネディではないと言い返され、その後のザットはスリアリーアンコールドフォー、セネター、上院議員、それは余計な小世話ですよ。という対応を批判されたり、クエール自身の女性問題や、副大統領在任中に小学校を訪問した際、ポテト、ジャガイモのスペルを、ポタトへと誤ったりしため、資質を疑われるようになる。また、 ラテンアメリカ諸国では、ラテン語が話されているなどの発言を連発し、これらを理由として1991年に、イグノーベル賞が贈られた。クエールは、宇宙開発及び、産業政策を指揮し、議長に就いた。また外交もにない、海外訪問を多くこなした。1992年の副大統領、候補討論会では、大方の下馬評に反して前線したとわれるが、 落選した。その後1996年、2000年と大統領選への参入を目指すが、いずれも早い時期に撤退を余儀なくされる。2001年にジョージ・ブッシュが大統領に就任すると、中日大使にその名前が挙がった。政界引退後は、投資信託会社、サーベラス・キャピタル・マネジメントの顧問を務めている。また、日本の青空銀行の取締役についていた。 2010年に、ひそのベン・クエールが、連邦会議員,議員に当選し、一気務めている。クエールは男二人、他にマイク、女二人、クリスとマーサの四人兄弟の長男として、この世に生を受けている。1972年11月、クエールは、インディアナポリス出身のマリリン・ダッカーと結婚し、三人の子供、タッカー、ベンジャミン、コリンに恵まれた。趣味は、ゴルフ、 テニス、バスケットボール、乗馬、フライフィッシング、読書など、多彩にわたり、とりわけ、子供たちが、団体競技に参加するのを見るのを何よりの、楽しみとしている。クエール、クエールはそのせいからわかるように、マンシマ出身者の子孫である。ハンサムで、映画、候補者ビル・マッケイに主演した、ロバート・レッドフォードに似ていると言われた。選挙運動にはこのイメージを、 最大限に利用したが、後に、レッドフォードから、自分のイメージを利用しないように苦情を受けている。レッドフォードは、民主党支持であり、民主党の集会で、ハロー。ダンクエールです。とジョークを言ったことが報されている。ダンクエール、スタンディングファーム、エヴバイス、プレジデンシャルメムウォー、ハーパー・コリンズ、名1994、ハードカバー。 ISBN0 から06から017758から6マスマーケットペーパーバック名 1995ISBN0 から06から10千9390から4リミテッドエディション 1994ISBN0 から06から017601から6楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。